ISU グランプリファイナルは国際スケート連盟が承認するフィギュアスケートの競技会で ISU グランプリシリーズを構成するフィギュアスケート競技会の一つ。前身は ISU チャンピオンシリーズファイナル。1995から1996シーズンの ISU チャンピオンシリーズ創設時に一連の競技会の上位者による大会として ISU チャンピオンシリーズファイナルが創設された。第1回目は1996年2月23日から25日にかけ、フランスのパリで開催された。1998から1999シーズンから ISU チャンピオンシリーズが ISU グランプリシリーズと解消すると同時に ISU チャンピオンシリーズファイナルも ISU グランプリファイナルと解消した。 開催時期は当初一定していなかった。例えば、オリンピックシーズンには12月に開催され、オリンピックシーズン以外は1月や2月に行われていた。しかし、2003から2004シーズン以降は12月中旬に行われるようになった。なお、従来開催地はグランプリシリーズ開催6カ国の持ち回りであったが、2007から2008シーズンには初めて、 グランプリシリーズ開催国以外で開催されることになった。2008から2009シーズンからは ISU ジュニアグランプリファイナルとの同時開催となった。2020から2021シーズンは中国の北京で開催予定だったが新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止となった。1999から2000シーズン、2000から2001シーズン、 2001から2002シーズン、2002から2003シーズンの4シーズンを除き、オリンピックや世界選手権と同じ競技形式である。1999から2000シーズンと2000から2001シーズンの大会では、男女シングル及びペアは、ショートプログラムとフリースケーティング、アイスダンスは、オリジナルダンスとフリーダンスを行い暫定順位を決定し、暫定1位と暫定2位。 暫定3位と暫定4位、暫定5位と、暫定6位が再度フリースケーティング及びフリーダンスを行って順位を決定する直接対決方式が採用された。2001から2002シーズンと2002から2003シーズンの大会ではショートプログラム及びオリジナルダンスの後にフリースケーティングまたはフリーダンスを2度行う形式であった。またこの大会から アイスダンスにおいて、コンパルソリーダンスが省略され、オリジナルダンスとフリーダンスで順位を決定するようになった。ISU ランキングの算出のために、各大会の入賞者に与えられるポイントは、高い順に、オリンピックと世界選手権、欧州選手権と4大陸選手権、それから ISU グランプリファイナルであり、当大会は4番目に位置する大会である。なお、 世界チャンピオンは世界フィギュアスケート選手権優勝者の故障であり ISU グランプリファイナルの優勝者には特に決まった故障はない世界フィギュアスケート選手権やオリンピックは国際スケート連盟が国に対して出場枠を与えるものであり選手は国を代表するオリンピックや世界選手権は有力選手の他かにかかわらず1カ国から3名までの出場しか認めていない これに対し ISU グランプリシリーズは国際スケート連盟が選手個人に対して出場権を与える。選出基準において1カ国から多数出場することに対する難しさは残っているとは、いえ、選手の所属国、地域は基本的に出場に無関係であり、決勝大会であるグランプリファイナル出場選手が1カ国の選手のみであることもあり得る。 グランプリファイナルは2004年までは NHK が放送し、2005年からテレビ朝日系列で放送している。テレビ朝日はこの大会に世界一決定戦とのキャッチコピーをつけているが、世界一を決める大会は世界選手権であり、これは競技広告に当たる。実際、トップ選手がファイナルを欠場することも多い。ブライアン・ジュベールは2006年の GP ファイナルで、 優勝した際のインタビューで、欧州選手権と世界選手権の良い,い練習になったと話している。おおむね金、土日用の3夜連続性放送で、ゴールデンタイム枠、2から3時間枠を取って放送される。なお日曜日に開催される場合、21時 -23、10とこうる場合は、その時間帯に、日曜、エンターテインメントが組まれているが、 本大会を含むスポーツの国際大会がこの時間に放送される場合は必ず日縁を休止扱いにした別枠特番となる。なお、二千十四年度のグランプリファイナルは第四十七回衆議院議員総選挙と急遽日程が被ることになったため十二月十四日の男女フリー演技の模様は当初より一時間十七分繰り上げの十七時四十分マイナス十九五十八 に変更されることになり、後半に生中継を予定していたエキシビションの模様は、選挙ステーションの放送終了時間を早めた上で23時30分翌1時30分に、録画中継で放送した。なお、男女フリー演技、エキシビションの完全版は、後日改めて BS 朝日で放送された。NHK が1時間30分の間に、男女シングル、アイスダンス、 ペアの3位までの演技を全て放送し、かつ、日本人選手の演技も全て放送していたのに対し、2005年時のテレビ朝日の放送では、男女シングルの日本人選手及び優勝者しか放送しなかった。また、演技中に、アナウンサーが絶叫を繰り返すなどしたため、同局に批判が殺到した。2007年より、男女シングル出場者全員の演技を放送している。 テレ朝チャンネル2では男女シングルに加えてアイスダンスペアも録画放送している。グランプリファイナルの開催に合わせて2015年以降の大会期間中には題名のない音楽会でフィギュアスケートの音楽会と題した関連企画を放送している。ありがとうございます。